今シーズン最初となる東北に根付く仙台と山形の伝統の陸奥ダービー。ピッチ上で躍動する気鋭の選手たちがライバルに勝利することだけを求め、このあたりは今日は激しくなりそうですか、田村さん。そうですね、セカンドボールに対していかにいい位置を構えていられるかですね。深みを取って追いつくか、相良追いついた、キープします。後ろに鎌田、山形ゾーンですね。はい、速いボールを送り込んでくる、頭越えて、ここで押し込みました。最後はこれはオフサイドのフラッグが上がっています。頭を抱えます木田、最後ゴールネットを揺らしましたが、まあ、お互いにこう決定的なシーンもありながら、はい、まあ、シュート数はそこです。さあボールを取った鎌田、マイナス、もう一度鎌田、ここでシュート来た、今度は正真正銘ゴールになりました木田、仙台先制。陸奥ダービーファーストラウンド先制ゴールは仙台木田でした。まあ、山形のビルドアップに対してうまく鎌田選手がこうノーファールで奪い切ったというところ、まあ、豪華選手もそうですけども絡みながら奪ったところと、まあ、一つ山形選手がうまく対応しましたけども、マイナスにいった木田選手を見たというところ、まあ、序盤から山形のポゼッションに対して仙台のプレッシャーがはまっていたというところで、まあ、前線も2枚いることが功を奏しましたし、まあ、ここも落ち着いて自分のシュートよりも確実な部分を選んだというところと、まあ、木田選手も、ね、逆サイドにうまく運んだというところの冷静さが出ましたし、まあ、前半から続けていったところ、仙台がこの試合に対して前半に先制点を取るというところの意思というところがこのゴールにつながったのかなと。カウンターに入る、縦パス1本収めて山田、ターンして前、内田が上がる、ガッとここで笛が鳴りました。仙台で指揮を取りました山形の渡辺進監督、追いつきました。さあフォギーニョ裏を取る、中中山来る、折り返しシュート、クロスバー、中島のシュートはクロスバーまだ残している鎌田、受けて中島ワンタッチ折り返してシュート、決定機2つ枠いかず。エベルトン、マセー折り返し、落ちたところリアンがいる、マセ取ってシュートは秋山、中折り返し小出、落ちたところ中山、前に送ってフォギーニョだー、まあ、こう少し、ね、短いような感じはしましたけども、まあ、うまく触ったというところから、まあ、菅原選手も、ね、よく見ていたと思います。戻してエベルトン、サイドマセ、中見る、切り返す、うまさを見せる、送り込んで中島シュートはー、なんとドラマチック岩テックスタジアム仙台、アディショナルタイム途中出場中島。まずね、このセカンドボールそしてサイドに広げるところと、まあ、ここ再三縦に仕掛けていたことによって中へのコースを作り出しましたよね。マセ選手がうまく中に運んだことによって3人ディフェンダーを引きつけたことによって中が少し薄くなっていたと、まあ、中島選手もトラップした瞬間少しね開いたところでって思いましたけども、自分の中で